久保秋子は北陸朝日放送のアナウンサー。石川県七尾市出身。血液型は O 型。趣味は舞台鑑賞、スポーツ観戦。愛称は久保ちゃん、アッキー。京都女子大学文学部英文学科卒業後の2006年にアナウンサーとして金沢ケーブルテレビネットへ入社。地元のプロサッカークラブツエーゲン金沢公式戦の 中継リポーターでデビューを果たしたことから、同チームのサポーターなどからは、杖源があるとも呼ばれていた。2012年3月末で、KCT を退社した後に、4月からは大阪に本拠を置く、聖タレントプロダクションへ所属。3テレビ FM802 の契約アナウンサーとして、定時ニュース、天気予報などを担当していた。2016年3月末で、 聖タレントプロダクションを退社するとともに、フリーアナウンサーとして、地元、石川県内での活動を再開。同年4月からは、北陸朝日放送平日午後の情報番組、2時は、ドキドキを CH に出演している。出演期間中の2018年1月に、中途採用扱いで北陸朝日放送に入社。以上はいずれも3テレビの番組で、 2012年4月から2016年3月までキャスターを担当。ありがとうございます。